これは珍しいですね。なかなか、こんなシーンはないですね。3日に行われた公式戦通算60度目の大阪ダービーの最終盤でのこと。ダズン、ダゾーン、では、アナウンサーと解説者が冒頭のコメントをした、1-1で迎えた後半45分にセレッソ大阪が勝ち越した白熱戦は、そのまま5分のロスタイムに突入。C 大阪は左サイドバックで先発した DF 山中亮介、30、が退き、ピッチ脇で上のユニフォームを脱ぎ、歩いていた。お役御免の風景だった。すると、ベンチから大声で、ピッチに、戻れ、戻れ、の指示が飛ぶ。山中は急いで、ユニフォームを着ながらピッチ内へ。交代は得点が入る前まで予定された山中ではなく、MF 香川から DF 進藤に変更となった。この場面が、冒頭のコメントになった、C 大阪小菊明夫監督、47、は5日の練習後、交代選手が急遽変更になった理由を説明した、同点で推移していた後半の終盤、当初の予定は、山中から進藤への交代、だったという、右サイドバックだった前熊を左に回し、鳥海、マテイオニッチ、進藤と並ぶ4バックにし、引き続き、カウンター狙いの 4-4-2 システムを継続させようとした。だが交代の直前、当該者の山中がカウンターの起点となり、長距離を走り抜き、最後は決勝クロスまで供給し、加藤の劇的な勝ち越し点をアシストした。勝ち越したので、4バックではなく、5バックにして逃げ切る形にした。当初は、山中、亮介が、体力的に、きつそうだったので、と小菊監督、試合展開によって、交代選手が変更になるのはよくあることだが、その対象選手が大活躍し、今回はプラン変更で、脱いだユニフォームを着直してピッチに戻ることになった。山中はこの日、主審の方が来て、交代なんで出てくださいと言われて。僕も電光掲示板を確認したら、自分の背番号、6番が出ていたので、ああ交代なんだと思って、外に出た、気持ちの切り替えは、別に不安はなかった。ダービーで勝てて、チームの雰囲気も良くなった。次が大事ですね、と、7日のホーム鹿島戦での連勝を誓っていた。